サッカー日本代表が強くなったのって海外でプレーするのが当たり前になったからだよな。シントトロイデンの功績はもっと評価されるべきでは？シントロ出身多いよな。海外サッカーを地上波とかでもっと気軽に見られるようにしたらもっとレベル上がるぞ。スポーツを真面目にやらなくなったからですよ。スマホスポーツになってる。今ではもう誰も言わなくなったけど、昔はヨーロッパの芝は重くてって言い訳がまかり通ってた。普段からリーグ戦で各国のレベルの高い選手と対戦できるもんな。ホンダはずっと早く海外へ行くべきって言い続けてた。南アフリカワールドカップ後は特に海外組が多くなったから、あの大会グループリーグ突破してないままなら日本サッカーの未来は全然違ってた。可能性は全然ある。日韓ワールドカップ後も大きいし、ベスト16進出するかしないかで移籍市場の動きに影響する。